ヤママユガカは、蝶目に分類されるガの一群。現在生息する蝶目最大級のガを含む。全世界に2300種の奇祭種が分布すると推測される。成虫は大型で、太い体と小さい頭部、羽毛のような臨粉、膨らみのある羽を持つ。後期が退化しており、ウカゴは生殖のためだけに飲まず食わずで活動する。種によって差はあるが、オスは、 触角が葉脈状に広がっており、メスの放つ性ヘロモンを検知する。いくつかの種は羽に極彩色や半透明の目玉のように見える文様がある。多くの種は開け羽長2.5から15センチ程度だが、熱帯に生息するアトラスガ類は30センチに達する。一部の種は年に複数回発生する。春、夏に孵化した個体はそのまま成長し、 秋に孵化した個体は幼虫、サナギの状態で越冬する。メスは半透明のやや潰れた丸い卵を1体で200個ほどを食草に産み付ける。幼虫は4から6回の脱皮を経て、修霊幼虫で5から10センチほどに成長する。一部の種は集団生活を送るが、多くは単独で生活する。ほとんどの種が伏しくれ立ち、トゲやけに覆われている。 南米に生息するラノミア族はトゲに毒を持ち、人の死亡例もあると言われるが、日本産の種をはじめ、大多数は無毒である。北米産のポリフェマスモスやルナモスなど一部の種には、天敵が近づくと顎を鳴らして、威嚇音を発するものがある。ほぼ、肝と食で、総本食はごく一部である。農産物に大被害をもたらす一方、アフリカ南部のモパネワームのように、 人の食料として活用される種もあり、アフリカ全土で幼虫を昆虫食の対象としている。樹上、または地上、地下で眉を形成し、サナギとなる。山眉がをはじめ、サクサン、エリサン、フーサンなどの眉は、東アジア、南アジアでクワゴとして、繊維採取に活用される。成虫は、後期が退化しているため、幼虫時代に体内に蓄えた脂質を使い果たして、 死ぬ一週間以内に都会を探す。発達したオスの触覚は、メスの放つ性フェロモンを半径1マイル程度の範囲で検知できると言われる。成虫は、大型の種が多く、目玉状の模様と、相まって、虫嫌いの人にとっては、恐怖感、嫌悪感を抱きやすい。一方、ヨーロッパ産のオクジャ奥弱マ,マユをはじめとする、エンペラーモス、北米産のルナモスや日本産の大オ,オミズアをはじめと、 スルムーモスなどの微霊種もある。さらに、日本産のヨナグニ産やその原種である、アトラスが、同族のカイサル産ヘラクレス産など、世界最大のガに挙げられる種が揃っているため、昆虫採集の対象となりやすい。ヨナグニ産の原種で、東南アジアに分布するアトラスガをタイプ種とする。ヤママユガカの特徴とされる目玉模様は目立たず、全詞の先端部に小さく残る。 全種の縁がヘビの頭部に擬態していると言われる。ウィカスピーシスには東南アジアを中心に分布する十種が記載されており、世界最大候補のカイサルさんも含まれる。真珠さんの原種をタイプ種とする。アトラスガルイと同じ属で目玉模様は目立たず、全種の先端部に小さく残る。全種の縁がヘビの頭部に擬態していると言われる。ウィカスピーシスには アジアに広く分布する17種が記載されており、インドシナ半島で養蚕用に改良されたエリさんも含まれる。北米原産のルナモスをタイプ種とする。青緑や水色の単色で、講師にはお嬢突起が発達し、熱帯産の種では全長より長い突起を持つ。ウィカスピーシスには北半球に広く分布する35種が記載されており、ムーンモスと総称される。 アトラスガルイの学名に、オガミ、帝王の名が含まれやすいのに対し、本種は女神の名が多い。インド北東部でクワゴとして活用されるタサール酸をタイプ種とする。高褐色の枯葉状の模様が多く、しっかりした眉を作るため、ヤママユやタサール酸、中国産の酢酸など有用な種を含む。ウィカスピーシスには94種が記載されている。 東南アジアに生息するカリギュラシムラをタイプ種とする。ヤママユガ科のタイプ属であるサトゥルニア属と近縁で、ライニカ属と共にサトゥルニア属とみなされることもある。ウィカスピーシスにはハッシュが記載されている。東南アジアに生息するゴールデンエンペラーモスをタイプ種とする。英名の通り黄色の羽を持つ種が多く、目玉状の文様も明瞭である。 ウィカスピーシスには50種が記載されている。インドに生息するロディニア・ニワラをタイプ種とする。蚊の中では小型種の部類になる目玉状の文様は大きいがびつがちである。ウィカスピーシスには10種が記載されている。ヨーロッパ最大の蚊であるオークジャクヤママユをタイプ種とする。全世界の種を含むがカリギュラ属やライニカ属との差は曖昧で。 ア族として編入する場合もあり、クスさんがその影響を受けている。ウィカスピーシスには29種が記載されている。ヨーロッパ産のタウエンペラーをタイプ種とする。上記の日本産種はすべてサターナイニーアカだが、アグリア属は単系のギーライニーアカに属する。ウィカスピーシスには6種が記載されている。アフリカ南部で食用とされる種日本では、ヤママユガの採取が一部では行われ、 天産として活用されている。化学繊維が普及するまで、釣り糸のテグスには、台湾河南に生息する風産の眉が使われていたため、風産はテグス海雇とも呼ばれている。太平洋戦争直後までは、長野県では、満州産の酢酸が導入されたが、養酸の衰退とともに帰り見られなくなった。戦後、中学校国語の小説教材として、ヘルマンヘッセ著作。 高橋賢治役の短編小説、少年の日の思い出が再録されている。その知名度から、日本では、ヘッセの短編集の表紙に、主人公が事件を起こすきっかけとなった、クジャクヤママユのイラストや写真が掲載されることがある。大型の画であるため、ヤママユやクスさん、真珠さんなどの実物を見て、まるでモスラのようだと感想を持つ人は、少なくない。東方怪獣のモスラは、 複数種の画の特徴を組み合わせたもので、山繭画家もモチーフの一つではあるが、幼虫の形態が全く違う点や、山繭画家では退化した後期を持つなど、大きく異なっている。ありがとうございます。